9月9日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。それでは取り上げたニュース振り返っていきましょう。政府が旧統一教会の解散請求を検討。 G20 サミットに中国の李強首相が出席、習近平氏は欠席へ。京都アニメーション放火殺人事件初公判。令和6年度の概算要求、一般会計総額過去最大。大阪 IR 2030年に開業延期。岸田総理 ASEAN 首脳会議出席。台風13号東海から関東に上陸へ。秋元真利衆議院議員が受託収賄容疑で逮捕。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、岸田総理が出席した ASEAN 首脳会議のニュース。飯田泰之さんと神奈川大学法学部教授でアジアの国際政治がご専門の大場美恵さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。岸田総理 ASEAN に対しデジタルや海洋など5000人の人材育成支援策を発表。 ASEAN 東南アジア諸国連合の首脳会議などでインドネシアのジャカルタを訪問している岸田総理大臣は、 ASEAN に対し今後3年の間にデジタルや海洋などの分野で5000人の人材を育成するなどとした支援策、日 ASEAN 包括的連結性イニシアティブを発表しました。具体的には従来の交通インフラだけでなく、デジタルや海洋協力、サプライチェーンなど6つの分野でも協力関係を強化していくとのことです。中国の李強首相との立ち話等々、さまざまなことがね、今日の朝刊で報じられておりますけれども、岸田外交。そうですね、はい。中でもこの東南アジア、またはもうちょっと広く言うと、グローバルサウスが、米中どちらサイドで経済活動をまたは安全保障を展開していくのかというのが、これからの国際政治または国際的な外交の一つのキーになっていくわけですよね。ここからさらに G20 というふうに進んでいきますが、この時間は神奈川大学法学部教授でアジアの国際政治がご専門、大場美恵さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。大場さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は伺えなくて残念です。いえ、とんでもないです。また引き続きでよろしくお願いします。さあ、大場さん、はい、今回この岸田さんがですね、ASEAN に対しての連携策、はい、新たなイニシアティブというものを発表しましたが、はい、どう見ればいいですか。はい、今飯田先生もおっしゃったように、はい、日本外交の中でこれからこれまでのように ODA とかですね、そういった途上国外交として行ってきたのではない形の外交がこれからずっと非常に大事になってくると思うんですね。もちろんその ASEAN 諸国の中でもまだ発展が遅れている国もありますけれども、はい、そうではなくてより対等で水平 でかつ日本にも利益になるような一緒にやっていかなきゃいけない協力っていうのがたくさんありまして、そういうものを打ち出すという意味では非常に大事だったのではないかと思います。これは日本側の ASEAN 間みたいなものっていうのも成熟してきたということなんでしょうか。そのように捉えておりますし、ただ一方でですね、はい、例えばデジタルなんかは、むしろ
実装の部分といいますか、例えばアプリの開発 でそれがあの実際の生活に生かされるみたいなところでは、はい、あのむしろあの ASEAN 諸国の一部の方が明らかにその先を行っているところがありまして、はい、ですからあの むしろその日本との交流を深めて、で日本の側のデジタル化も進むような形にしていただければなというふうに思います。あの今年日本と ASEAN 友好協力50周年だということも言われておりますけれども、はいはい、やっぱりここら辺きっかけにしてどんどん進めていくという感じになるんですか。あの50周年に関しましては、すでに私が座長を務めた有識者会合や、はい、あのそれからもう一つあの経済産業省の方の有識者会合などがもうあの昨年の段階から今年にかけてあの日本と ASEAN との協力がどうあるべきかということについて50周年に向けてあの検討を重ねてまいりました。でその検討をもとにあの政府の方であのちゃんとそれを政策に落とし込んだものであろうというふうに考えております。スタジオには飯田康之さんもいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。一方で、やはり ASEAN の外交上の、まあ、位置づけ、としてはやはりあのこれまで華々しく成長してきた中国経済とまあリンクを強めていく、そういった中で ASEAN 経済発展を続けていったわけなんですけれども、これからのまあ世界経済考えるときに ASEAN と中国の距離感というのはどのようにまあ変わりつつある、または変わらないのか、お聞かせ願えますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの中国だけではなくてですね、 ASEAN がの、まあ、発展したのはあの中国も含めたグローバル化が展開する中で、その中でうまくその、あの、サプライチェーン網に食い込むことができた、それがやっぱり一番大きいわけです。なのであの今 そのグローバル化 の後退といいますか、あの経済安全保障の論理があの中国とアメリカから前面に出されることというのは、実はその ASEAN 諸国にとってはあの少なくとも長期的には望ましいことではなくて、あのそういう意味ではあの米中対立というのはちょっと彼らにとっては迷惑な話ですね。ただ迷惑な一方で、あの経済的にはあの一部で言われているような中国が一方的に何かの、まあ、あの権益を主張しているとか、あるいはあの経済的なあの活動をあのプッシュしているとかいうことではなくて、あの ASEAN 諸国の側が取引の中で中国を選ぶ、あるいは場合によっては日本を選ぶ、あるいは欧米の企業を選ぶということをやってきていて、そういう中でその結果として中国と ASEAN 諸国との経済的な距離感は少なくとも非常に密になっていると考えますし、それが急に変わるとはちょっと思いません。で、一方でその中国に関連して、中国が出してきた新しい地図が、まあ、あれは悪手ですよね。ああ、やっぱりそうですか。あれはちょっと悪手。呆れましたね。呆れましたか。ちょっと、呆れました。なんというタイミングで、はい。何をやってるんだろうと思います。でもこれがですね、大国外交といいますか、あの国際政治を見るときに、どうしても例えば 米中対立中心に見て、で中国がこうした、でASEAN、あ、ごめんなさい、あのアメリカがこうした、だからASEANはどうするんだって話になるんだけど、はい、あのそれが前提として、暗黙の前提として、大国がやっぱり完璧な手を打ってくるっていうことを皆さん想定してるんですよね。で、それで日本の中では特に、アメリカは下手を打つかもしれないけど、はい、中国は完璧だろうと思っている人が結構多いんですけど、いや、そんなことはなくて、これ、明らかに国内論理から出てると思うんですよね。今やっぱりあの経済も悪くて、はい、やっぱりあの国内の引き締めをするときに、こういうナショナリズムに訴えるっていうことが非常に有効なんだろうと思うんですよ。でもそれは、外交というよりは完全にその国内論理でこういろいろやってるので、例えばこれを大事な会議が続くこの時期にどんどんやってしまうっていうのは、はい、やっぱりもうかなりな悪手だろうと、相手見てないなっていう感じですね。まあ台湾のと与那国の境界線にも線を引っ張って、これは俺らのものだって言うし、こうインドとの係争のところも俺らのものだと、はい、あるいはあの、はい、ウスリー島も俺らのものだと言っていると、うん、だからこういうことをこうある意味領土的野心を目いっぱい
ぱいに出すような地図を8月28日に出してきたと、はい、もう本当そうですよ、これからね、そうですよ、もうあの目白押しなんですよ、これから ASEAN の初会議があり、はい、EAS があって、でそれから G20 があり、それから APEC があるんですよ。あ、もうずっとこれから会議シーズンなんですね、ここ、あのアジア、11月の APEC までいわゆるグローバルサウスを、あの入れた国々 で、はい、でなぜこう今やるのかっていうのは、うん、もう本当あの外交を見てないとしか言いようがないですよね、それはね。いや、バイデンの、はい、あの EAS も参加しないっていう、はい、あれもどうなのかと、去年もそうなんですよ。去年も、あの、孫娘さんの結婚で、っていうことで、結構品質買ってて、で、彼がまたですかっていうことで、両方とも今回は、あの、やらかしたなと思いますけど、やっぱりやらかし度合いは、中国の地図の方が大きいと思います。はい、なるほど。これ、アメリカ、ハリスさん来てますけれども、やっぱりなんだよって、ASEAN側からすると思うわけですか？やっぱりそうです。あの、それはやっぱりあの、やっぱ国際会議って出てなんぼなので、出てなんぼ。出席、誰が出席するかってことがやっぱりすごく大事なんですよね。もちろん、ハリスさんがもともとアメリカ外交を担当してるってこともありますけど、やっぱりこれは首脳会議であって、ちゃんとそこに、あの、人が行くってことがとても大事なわけです。あの、やっぱ国際会議ってそういうものなので、ですからそこに2年連続で、アジアが大事と言いながら、やっぱりこう、バイデンが行かないっていうのは、もしかしたら健康上の問題もあるのかもしれないけど、やっぱりだったらもう少し何かが必要かなという気がしますね。まさにあのこれ、やっぱり中国の地図の方が、なるほど、うん、そうなるほど、インパクトがでかい、しかしながら。でもなんかあの日本国内の報道だと何かあの、はい、アメリカの、まあ、信頼感が低下してとかアメリカのアジア軽視がという話ばかりが伝わってくるので、やはり、まあ、今回の地図はすごいよなと、はい。それは違う。だって地図でね、やっぱりマレーシア、フィリピン、ベトナム、軒並み派の反発してますよ。もう、それは、それはもう、はい、インパクトは、もちろん台湾もそうですけど、いや、やっぱ今回のはタイミング的に最悪で、で、やっぱりそれからインドも反発し、で、それで、はい、それ、どういう理由か知らないけど、習近平は G20 行かないっていう。ああ、そうですね。で、そうなんですよ。で、G20 行かないっていうのを、またバイデンが、がっかりしたとか言うんだけど、それはお前が言うなっていう、そういう話。なるほど。なるほど。この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。今週は日本放送の防災キャンペーンに合わせてスクープアップのコーナーで連日防災に関する様々な情報をご紹介しました。月曜日は自衛隊ライフハックについて防災士の資格を取得した内田由紀アナウンサーに紹介してもらいました。ブルーシートの寝袋とツナ缶のろうそくを実際にやってみたということでその感想も伝えてもらいました。火曜日は進化する防災食、備え防災アドバイザーで備えるワークス代表の高荷智也さんにおすすめの防災食を紹介していただきました。水曜日は2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震、5年が経ちあの地震からの教訓や復興はどうなっているのか北海道放送 STV ラジオの永井公彦アナウンサーにお話を伺いました。木曜日は地震に関する東京都の新たな取り組みについて内田由紀アナウンサーと一緒にですね防災士の資格を取得した前島かのんアナウンサーにレポートしてもらいました。東京都被害想定ホームページというサイトの中にあるどんな被害が想定されるのかそれぞれに合った診断がわかるという東京マイ被害想定について教えてもらいました。金曜日は新幹線の地震対策についていかがだったでしょうか。日頃からこう防災意識を高めて持ち出し用の袋とか備蓄を用意している方もお聞きの皆さんの中にはねいらっしゃるともちろん思うんですけれども今回の特集を通して日頃の備えにこう足していっていただけたら嬉しいなと思っています。私も持ち出し用の袋は家に用意していて定期的にこう
見て確認はしているんですけれども、今回あの高荷さん、備え防災アドバイザーの高荷智也さんに教えていただいた井村屋のチョコ栄養館は、これはちょっと持ち出し袋に入れてみようかなと思っていますし、あとあの前島かのアナウンサーがレポートしてくれた東京マイ被害想定、これあの実際にこうプリントアウトして冷蔵庫に貼っておくことで、こう自分が災害にあった時にこうどういう状況になるのか、どういったことに気をつけなきゃいけないのかというのがわかるなと思ったので、自分のこう目に入るところに置きたいなとも思いました。やっぱりそのいざという時何したらいいのかなってこう困ることになるかなと思うので、少しずつ日頃から考えたりとか家族と話し合っておくことっていうのはとっても大切ですよね。何かのきっかけにこの特集がなったらとっても嬉しいです。聞き逃してしまった方、もう一度お聞きになりたいという方はぜひラジコのタイムフリーなどで、聞いてみてください。そして、番組内でもお知らせしましたが、今後もですね、特集をいろいろ予定しておりまして、9月18日月曜日からの1週間は、福島県応援ウィークとしまして、福島県の食材を楽しめる都内の飲食店について、アナウンサーが、レポートしていきます。で、もちろんですね、リスナーの皆さんへの、福島県の食材のプレゼントもご用意していますので、ご応募ください。どうぞお楽しみに。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。9月10日日曜日、インド太平洋経済枠組み IPEF 主席交渉官会合開催、東方経済フォーラム開催、大相撲秋場所開催。9月11日月曜日、国際原子力機関 IAEA 理事会開催、アメリカ同時多発テロから22年。9月12日火曜日、定例閣議。9月13日水曜日、8月の企業物価指数発表。8月のアメリカ消費者物価指数発表。パレスチナの暫定自治を認めたオスロ合意から30年。9月14日木曜日、自民党岸田派が夏季研修会開催。ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催。時事世論調査発表。イグノーベル賞発表。9月15日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。関西電力高浜原発2号機が再稼働。9月16日土曜日、バレーボール女子パリオリンピック予選、ワールドカップバレー2023開幕。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。9月11日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。9月12日火曜日、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。9月13日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。9月14日木曜日、二松学舎大学国際政治経済学部准教授の郷六剛さん。9月15日金曜日、戦略科学者の中川浩二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんとジャーナリストの桂木奈美さんです。OK コージーアップ週末増刊号。ジャーナリストの有本香里です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桂木さんは安全保障あるいは自然環境の問題などを中心に様々な取材活動をされていますけど、これまでに15回尖閣諸島の周辺の海域に渡航されてます。はい、これどのような経緯で渡航することになったんでしょうか。はい、
やはりですね、平成22年の9月7日に起きた尖閣漁船衝突事件というのは大変衝撃的でした、はい、で私にとって何より衝撃的だったのは、中国の漁船が海保の巡視船にドカンと体当たりしたこともさることながら、うんうん、それ以上にその後国が取った対応だったんですね。そうですね、あれはショックでしたね、うんうん、あの時、まあ、現場では揺れる海の上で船から船に海上保安官が飛び移って、命がけで中国人の船長以下乗組員全員を捕まえてくれたわけじゃないですか、はい、国の尊厳を守るための命がけの崇高な行為だったと言っても過言ではないと思うんですけれども、はい、よりによってその行為を国自身が土足で踏みにじるような対応をしてくれたなと、まあ、まず隠蔽しましたから ね、そうですよね、隠蔽した上に結局捕まってでた後も処分保留で釈放ということになって、ね、はい、特に船長に至っては普段空いていない石垣島の、うん、時間帯の空港を開けてですね、チャーター機に乗せて凱旋帰国させてしまったんですよね、V サインをしながらタルップを降りていった船長の映像を、現場で彼らを捕まえた海上保安官は一体どんな思いで見たんだろうと、本当ですよね、そうしたら、まあ、女性の私がこんな言葉を使うのもどうかと思いますが、腹渡が煮えくり返る思いをいたしまして、でもこれが戦後体制の象徴なんじゃないかなと思ったんですね。前回もありましたように、戦うことを忘れたというか忌避するようになった戦後体制の醜悪がこれほどまで象徴的に現れている事件ってなかなか国民の目の前にさらされることがないんじゃないかと思い、まあ、この事件を私自身が忘れないために、はい、そして国民の皆さんにも忘れてもらわないために、私自身が尖閣に行ってこの目で現状を見てこようと思ったことがきっかけです。なるほど。まあ、15回っていう数はすごいんですけどね、もちろんその船がご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、石垣の港から船が出て、一晩かかるんですよね、尖閣の近くまで行くのって。一番長くかかった時で11時間かかりました、それはもうかなりしけてた時ですけどね。でベタなぎで4時間でした、そうですか、だいたい夜中に出航して明け方着くような感じで行くことが多いです。そうですね、いつもそんな感じですよね、私は一度ね2012年に行こうとして、そうだったんですね、そう船に乗る予定してたんですけれども、台風でその船が出なくなって、日程変わっちゃって乗れなくなっちゃったんですよね。なるほど、そうだったんですね、で、まあ、その時ももちろん、あるいはその前後も、乗られた方に聞けば、もうかなりの波で、まあそりゃそうでしょうね、まあ、日本海と同じなんで秋から冬にかけて東シナ海もどんどん波が高くなるので、夏は比較的穏やかなんですけれども、秋冬は結構きついことが多いですね。で結構そのきつい時期にもいらっしゃってるんでしょ。そうですね、すごいね、おかげで鍛えられました。なるほど。で実際ですね、まあ、尖閣諸島いくつか島があります、はい、まあ、一番大きいのは魚釣島ですけど、そうですね、この周辺っていうのはどんな場所なんですか。まあ、一言で言うと絶海の孤島で、近いとされる石垣島からでも片道170キロがありますね、でとても自然が豊かでして、もう長年人がほとんど入っていないということもあるんでしょうけれども、海鳥たちがたくさんこう鳴きながら飛んでいて、でもその肝心な自然もですね、実は、かつて魚釣島に灯台を建ててくれた民間団体があったんですけども、その方々が灯台のメンテナンスのために時々通っておられた、その際に非常時の食料として飼育一対のヤギを連れて行ったんですね、それが大繁殖してしまいまして、数百頭というぐらい増えてしまった結果、魚釣島の緑を食い荒らしてしまい、魚釣島は絶海の孤島なので、そこにしかいない固有種の植物とか、まあ、小動物なんかもいるんですけども、それがどんどん絶滅の危機に瀕しているっていうような状況ですね。なるほどね、私もね一度登山家の野口健さんが尖閣諸島守る会ってやってらっしゃるんですよね、守る会というのをね、発足されて、その最初の頃にちょっとご一緒したことあるんですけど、あとツツジだとか、そうです、いろんなもので固有種があるんですよね、サワガニとか、そうなんですよ、そうですよね、でここがね、2012年、先ほどのその尖閣諸島の漁船衝突事件ですね、中国漁船のその海保の巡視船の衝突事件は2010年、そうですね、それから丸2年後の2012年、この時に民主党野田政権でですね、国有化されましたよね、そうなんですよ、尖閣諸島が。でこれ国有化前と後っていうのは、
何か変化があるんでしょうかね。これが劇的に変わってしまいまして、うん、国有化前は、はい、それこそ上陸こそ禁じられていたんですが、ええ、手を伸ばせば触れられるぐらい近くまで、うん、我々漁船団が行くことができたんですね、はい、ですので先ほど申し上げたような、まあ、ヤギがいっぱいいるなとか、うん、でも漂着ゴミ結構落ちてるなとか、うん、かわいい鳥がいるなとか見えたんですけれども、国有化以降我々漁船団が近寄っていくと海上保安庁の巡視船が1海里以内に入らないでくださいっていうふうに当選棒するようになっちゃったんですよ。で1海里っていうのは1852メートルなんですけれども、うん、それだけ離れてしまうともちろん島間は見えていますが、うんうん、詳細は一切分かりませんし、一番困ったのは私たちが一番お世話になっているウミンチュ沖縄の漁師さんたちは、うん、潜り漁をメインにしている方だったんですね、で潜り漁はサンゴ礁の海とか岩礁の海とか、うん、浅いところだから、まあ、ボンベ背負って潜って水中銃で撃つという形でできるものなんですけれども、はい、一回り離れちゃうと海が深すぎて、そうでしょうね、ね、もう海底見えないし、潜り漁ができなくなっちゃったんですよ、うん、でも一本釣りとか引き縄はできるんですけれども、うん、まあ、当然ながら釣れる魚の量も質も落ちてしまって、うん、漁師さんたちのモチベーションはどんどん下がっていく。なるほど。でそれと入れ替わるように入ってきたのは中国航船なんですけれども、海保はね、私たちにはそうやって一回り何に入るなってやってるにもかかわらず、うんうん、中国航船は結構入れちゃってるんですよね。まあ、そこが本当に腹立たしかったし、日本のなんか歪んだ姿が象徴されてるなと思いましたね。そうですね。でこれ11年前ということですよね。でその11年、はい、まあ、例えば2012年からね、この11年間で中国側はどんどん船を大型化したり、そうです、席数を増やしたりということで、はい、うん、特にその島に近づいてくるという行為も、もう今やちょっと常態化してますよね。いや、おっしゃる通り で、うん、で平成25年ですから8年前にですね、うん、目の前ですごく、屈辱的な光景が繰り広げられたんですけれども、はい、いつものように明け方尖閣海域に着いたら、うん、まあ、綺麗な朝日が昇ってきて美しい尖閣に帰ってこれたと考えに浸っていたのもつかのも、うん、巡視船から航線が近づいてますから気をつけてくださいっていうふうに連絡が入りまして、うん、でその言葉が終わるか終わらないかというタイミングで大きな大きな中国航線が魚釣島スレスレのところを大きな顔してゆうゆうと入ってきたんですよ、うん、でもそんな状況になっても、その外側で海保は私たち日本漁船を追い出しているっていう状況を一切変えなくて、で追い出すのはあっちでしょって思うし、まあね、言ってんですけど、全然そっちを見ないで日本人に近寄るなってことばっかり力を注いでるんですよね。でこの状況を第三者が客観的に見たら、うん、どう見ても魚釣島は中国の島にしか見えないっていう状況を日本国自身が招き込んでいるとか招き入れているということにすごく怒りを覚えましたね。でそういった状況がどんどんエスカレートして、うん、まあ、今では私たちが石垣島から出港すらさせてもらえなくなってしまい、そうですね、はい、純粋な漁師さんであれば一帰りまでは行って漁ができるんですけれども、うん、我々民間人は一緒に行ってはならんというふうに言われてしまいまして、で日本の目が届かなくなっているのとは対照的に中国航船はどんどん活動の頻度も増えているし、うん、大型化もしているし、うん、事実上どんどん中国の実効支配の度が、まあ、サラミをスライスするように少しずつではありますけれども、うん、着々と増している、強くなっているという現実にありますね。これは結局その中国側のね、まあ、本来であれば暴挙ですよね、はい、これが常態化してくる、これは日本側がむしろ助長させているっていうこと、もちろん海上保安庁の、ね、現場の人たちはそんなことを望んでるはずもないけれども、まあ、そのような対応になっている、でそういう中で2021年ですね、2021年の初めに海警法というのが中国で施行されました、はい、で海警自体のその組織もね、もうまあ中国海軍と一体ですよね、ほとんど、はい、こうなっていこうというのは桂木さん、この海域にありいらっしゃってんですか、うん、あ、私は先ほど述べたような理由で行けないんですけれども、うんうん、そのいつも一緒にいてた漁師さんたちが行ってくれて、うん、この海警法施行直後、うん、同じ月に行った時の映像を見せてもらってびっくりしたんですが、はあ、もうでっかい顔をして中国航船がドデンっているわけですよね。でそこに対して
こうちゃんこうちゃんって呼んでる私たちが一番お世話になってるあの船長さんがですね、ちょっと近づいて行ってみたんですよ漁船で、うん、そしたら特に反応もしないで、こう追い越していこうとしてもあんまり反応してこなくて、そうこうしているうちに海保が間に入ってくれたっていうのことを言ってましたけれども、彼のあの感じたことを、うん、あの総合するとですね、なんかもう一緒にいることが海上保安庁と地方公正が一緒にいることが当たり前になっていて、なあなあの関係に見えたっていうんですよね。あれだとあちら側が中国側がいざ牙を剥いた時に対応できないんじゃないかって、うん、その映像を見た元海上保安官の石木正治さんも警鐘を鳴らしておられましたね。あのどうして日本政府ってこういう対応なんでしょうね。まあそれをね、桂木さんに聞くのも変なんですけれども、私たちもなんかもう声をからさんばかりしょっちゅう言ってるんですけど、そうですよね、どうしてこんな対応なんでしょうね。まあ、言ってしまえばそれが戦後体制だと思うんですよ ね、まあ、ううね、尖閣の海で毅然とした対応をしたりしたり、戦争になっちゃうかもしれないと、戦争は絶対悪だから絶対やってはいけないっていう思い込みがあるんじゃないでしょうか、まあ、自衛ですからね本来ね。で一方ですね、はい、桂木さん、その自然環境あるいは生態系を守る八百万の森、はい、という団体を立ち上げて、まあ、代表を務められてるんですけれどもね、うんうん、先ほどおっしゃったその尖閣諸島にも固有種がいる、うん、あるいは国境離島、まあ、いろんなところがですね、はい、要するに人の手がなかなか入りにくい、うん、で今ここら辺はどういう状況になってるんですかね。もちろん各地違うと思いますけれども、環境活動している人間の目から見ると漂着ゴミが大量に積もってるところがたくさんありますね。対馬なんかもひどいですし、はい、で尖閣もですね、やっぱり美しい自然を子々孫々の代までちゃんと残していきたいと思うんですが、そのためにも日本人の手が入ってでちゃんと漂着ごみ清掃をしたり、まあ、魚釣り島で言うならばヤギの駆除をしてバランスの取れた生態系として残していく必要があると思うんですね。とにかくあの日本人が行かない手が入らないっていうのは一番良くないなと思ってます。このままだと魚釣り島の支配者はヤギになっちゃう。なるほど。ちょっと笑えないブラックジョークもあるんですけど、本当はね、この漂着ごみの問題なんていうのこそ、ね、国際機関もうちょっとしっかりやってほしいですけどね。そうなんですよね。でこういう名目って言ったらちょっと語弊もあるかもしれませんけども、はい、があれば、堂々と上陸して、うんね、日本人が手を入れていいと思いますので、はい、おっしゃる通りですね、国ももっともっと活用してほしいです。このね、まあ、日本固有の領土である尖閣諸島、まあ、それがそのちょっといろんな意味で危機にある、はい、その自然環境も危機、うん、それから外からのいろんな脅威がある、はい、これを守るために、うん、まあ、いろんなもの必要だと思うんですけど、うん、一番端的に言えることだと何が必要だとお考えですか。はい、あの尖閣漁船衝突事件の後、うんうん、当時の石原慎太郎都知事が呼びかけて尖閣を守ろうということで約14億円が集まったんですけども、はい、それが国有化で宙ぶらりになったままなんですよ ね、 あ、 そうですね、はい、ですあの資金を使って、うん、国として尖閣諸島に上陸して、まあ、環境活動をする、船だまりを作るといったことをまず実現してほしいなと思ってます。なるほどね。はい、今月はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。OK コージーアップ週末増刊号。OK コージーアップ週末増刊号、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。それではひなさん、よろしくお願いします。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。今週のトピックは iPhone 関連銘柄下落とアクティブ ETF の上場です。7日、中国が政府職員の iPhone の使用を禁止したと報道がありました。このことから Apple の株は下落となり、日本の iPhone 関連銘柄と呼ばれる村田製作所ですとか TDK、太陽誘電、ミネベア三つみなどが揃って大幅に下落となってしまいました。このニュースを受けて日本の銘柄で一番マイナスの影響を受けたのは
村田製作所でマイナス 4% ほど株価の下落となりました。他に下げがきつかったものでは TDK で 3% ほどの下落となっています。今後 iPhone に関するニュースが出た時には一番にチェックするべき銘柄は村田製作所と覚えておきたいところです。そして今週はアクティブ ETF の初上場がありました。最近株式市場で話題になっているのがアクティブ ETF です。アクティブは積極型と呼ばれて、運用会社が独自に選んだ銘柄で構成する ETF になります。アクティブ ETF と対になるのがパッシブ ETF です。パッシブ ETF とは日経平均ですとかトピックスなど既存の指数に連動するような ETF のことを言いますが、これに対してアクティブ ETF はテーマなどを決めて、それに沿った投資対象を選別して作り上げていくという商品になります。東証のアクティブ ETF の説明が書いてあるホームページには、今回上場される6銘柄の記載があります。一つが PBR 1倍割れ解消推進 ETF。二つ目が政策保有解消推進 ETF。三つ目が投資家経営者一心同体 ETF。四つ目がネクストファンズ日本成長株アクティブ上場投信。五つ目がネクストファンズ日本高配当株アクティブ上場投信。六つ目がマクシス高配当日本株アクティブ上場投信となります。中でも気になるのが PBR 1倍割れ解消推進 ETF です。東証が打ち出している PBR 1倍割れ解消を目指していくという方針に沿った ETF ということになります。具体的にどのような銘柄に投資していくのかという表記は今は見当たりませんが、PBR 1倍割れを解消ということですから、PBR の低いバリュー株というものに投資していくということは間違いなさそうです。低 PBR の代表的な銘柄としては、三菱 UFJ や三井住友フィナンシャルグループなどのメガバンクの株ですとか、野村ホールディングスや川崎汽船など、時価総額の大きな銘柄でも大量に出てきます。これらのどこまでがその構成銘柄になるのかは不明ですが、今週、低 PBR の代表的な銘柄群が大きく伸びていっていますので、この ETF の組成と少しは関係あるのかもという動きになっていました。今後も動きがありましたらお伝えしていきたいと思っています。今後の見通しとしては、海外投資家の日本株買いに注目です。海外投資家の買い越し額が3300億円超えと2ヶ月半ぶりの大きさとなっています。日本の輸出関連企業にとっては、足元の円安進行はとても有利な状況です。このことから企業の業績上振れに期待した買いが入っているようです。まだ円安の恩恵は業績面に反映されていませんので、今後の投資対象としてなお物色が強まりそうです。海外勢の買いの動きはまだ序盤という声もありますので、私たち国内の投資家も割安で放置されている銘柄を見直す良い機会かなと思います。今週の相場格言。もうちょっとと思う心がチャンスを逃す。もうちょっと安くなってから買いたいな。もうちょっと高くなってから売りたいな。と少しでも欲をかくと絶好の買い時、売り時を逃してしまう。という教えです。少しでも利益を出したいという人の欲はキリがなく、腹八分目は医者いらずという言葉もありますので、私はいつも身の丈に合った投資をしようと心がけています。欲張る心がチャンスを逃すということは念頭に置いておきたいですね。以上、ひながお伝えしました。トレーダーで株ブロガーのひなさんに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いました。ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。